はい、どうもゆうちゃです。今回なんですけど、道具をね、ここにね、僕が使った今シーズンの道具がいっぱいあるんですけど、この道具を見て今シーズン自分がどういう滑りをしてたのかなっていうのを考察していこうかなと思います。ちょっと新しいね考え方なんですけど、まあこれ僕結構何年もずっと続けてることなんで、動画にして紹介したいなと思うんで、ちょっとやっていこうかなと思います。まずね、はい、いたっすね。これどこを見るのって話なんですけど、まずこう見るんです。わかります？見方で言うとこうやってね、板に対してエッジからこう見るんですよ。そしたらこの本来元の形と丸くなったりして曲がってる部分がないかなと。で全部 4箇所から見るんですよ。例えば僕の場合グーフィーなんですけど、ノーズの、トゥー側、つま先側とテールのヒール側が結構曲がってるんですよ。ここがこうグニャって感じでね、っていうのはそこをよく使ってしならせてるっていうことになるんですよね。逆にこっちの、かかと側とかこっちのトゥー側っていうのはへたりがないんですよね、あんまり。だからここが逆にあんまり使えてないんやなっていうのが読み取れますよね。まああと他にはまあこうソールを見たら、ちょっと白いケバケバとかワックスがあんまり残ってないところと、ワックスがめっちゃ残ってるところが多分ねあると思うんですよ。真ん中だったりとか、多分トゥーとヒールでまた違う、それも変わってくると思うんですけど、それでまあどういうターンが多いんだとか、例えばヒールがトゥー側は結構ここまでワックス使ってますよ、逆に、かかと側はあんまりケバケバになってないとかっていう風に読み取れるんで、自分がどっち苦手なんやろうという風にも読み取れますよね。まああとこうやってデッキのね、この面をこう見るんですよ。こういう感じでどこがへこんでるか、まあ今ちょっとシート貼ってて見にくいんですけど、どこがへこんでるかなとか、こういう保護シート貼ってるんですけど、これの傷の入り方とかで自分のこのどっちを足踏んだり動いたりしてんのかっていうのも見えるから、そこも結構注目すべきポイントかな。逆に全然へたってないとことか摩耗してないとこっていうのは、自分があんまり使えてないとことか乗れてない、踏めてない、力のかけ具合があんまり得意じゃないとこなのかなって思うんで、そこを今度来シーズンとか、まあオフトレとかでちょっと気にして練習してみるもありかなと。だから結構この使い終わった道具で読み取れる情報っていっぱいあるんですよね。じゃあ次ちょっとビンディング行ってみましょう。はい、ビンディングですね。僕ね、もう後半フォワードに外して、まあ、こういう感じで使ってたんですけど、一番に見るのはまずこのブーツが当たってる内側だから、ブーツも一緒に見た方がいいですね。本来このブーツがこうはまってる状態でどこが当たってんのか、例えば塗料がはげてるところを見ると、僕内側の方がすごいはげてるんですよ。じゃあこっち側にこう足をこう入れまくったりしてんのかなとか、でブーツも見たら結構ここが縫い目が破れてたりとかするんですよね。ここも結構見るべきポイントかなと。であとこのハイバックの、これスポンジないんですけど、スポンジがついてるタイプやったら、ここのハイバックのところがどういう風になってるか、だから僕の場合ここに縦の線が入ってるんですよね。これなんやろうって僕も結構考えたりしたんですけど、やっぱりこのブーツのね、ここの縫い目が、ここ縫い目のところがね、多分ね、ここがやっぱさっき干渉してたじゃないですか、ここがこう動いてこう擦れてんじゃないかなと。じゃあ俺左足はここもこういう動きが多いんやと、例えば前にちょっと乗ったりしてんのかなとか、圧がかかってんのかなとか、あとかかと側に乗ってる時にこういう動きが発生してんのかなとかっていう風に考えれるんですよね。逆にもう片方のビンディング見ると、さっきの縦の筋ってのはあんまりないんですよ、逆にね。で内側に対してもあんまり入ってないってことは、普通にまあこっちは内側にすごい入ってるってことがある、後ろ足だけやたら内側に入れる癖があるな。じゃあ後ろ足のアングルもうちょっと内に入れてもええんかなとかも考えることになるし、逆に今こっちの摩耗具合が、わかります、ちょっと均等かややこっちが摩耗してるなって思って考えたら、じゃあちょっとこっちの足もこっち向きにもうちょっと振ったら均等に摩耗するのかなとか、内側なんかなとかっていうふうに考えると思うんで、
そういうのもちょっと自分の道具を見つめて考察してみるのも面白いかなと思います。で最後、まあブーツなんですけど、まあさっき言った外観、どこが擦れてるかみたいなっていうのは結構気にすべきとこかなと思うんですけど、あと中身ね、中身、例えば僕はまあできるだけないようにしてるんですけど、このかかとが破れてる人とかいないですよ。あと毛玉になってるとか、あとこの内側、かかとの内側が破れてたり毛玉になってたり、布がちょっとくしゃくしゃくしゃってなったりする人って、多分かかとがこっち側が摩耗してる人はブーツとアウター、インナーとアウターの中でこう動いてる。まあ動いてたらちょっと操作が遅れたりとか、まあそれ気づいてるか気づいてないかわかんないですけど、なんかそういう感覚ないけど摩耗してるでっていう人は、もしかしたら自分のブーツのかかとがこうトゥー踏むときに遅れてるかもしれないとか考えられますよね。まああと中も同じことが言えますよ。だからこういう破れてるところがインナーとかでね、とかよれてるところとかないかなって見るのもいいんじゃないかなと思います。でまああとはね、痛いところとかもあると思うんで、こうやって見た時にこことかすごいへこんでるんですよ。僕左足のくるぶしがちょっと痛いなと思ってたんですよ。あ、これへこんでるとこそうやなっていうふうに考えれるんで、あ、痛いところになんか当たってるんや、じゃあアウターの何かが邪魔してんのかな、じゃあそこを切り取るとかねっていうふうなこともできると思うんで、まあ次のシーズンにつながるヒントが得れるんじゃないかなと思います。で、あとこれ結構重要なのがこれですよ、中敷き、まあインソールっていうんですけど、これをこうパッて見た時にやっぱワンシーズン使うと骨の出てるとことかがピッてへこんだりとか、まああと指のところへこんだりするんですよ。これで今度自分の足がどこがよく踏めてて使えてて、どっちが踏めてないの、例えば僕左足やったらめっちゃ面白いのが、左足さっきビンディングで内側すれ減ってるじゃないですか。ってことは膝をこっち側に入れてるとっていうことになるじゃないですか。でめっちゃ面白いのが、インソール見たらめっちゃ面白いんですけど、内側めっちゃへたってるんですよ。でかかと側が全然へたってないです。これ玉になってて分かりやすいんですけど、あんまへたってないですよ。ってことは僕は基本的に後ろ足は内側に乗ってるんやな、インソール一つでね、ちょっと大体推測できるかなと。まあ僕らもっと考えたら多分いろいろあると思うんで、見るとこもいっぱいあると思うんですけど、まあ今簡単に見るとそういう風なことが読み取れますよね。で今度まあ反対の足見ると、これ今度面白いのが、まあ、ちょっと映像だと分かりにくいかもしれないですけど、こっちもそれなりにへこんでるんですよ。小指側も結構へこんでるんですよ。だから右足に関しては両方とも均等に乗れてんのかな、じゃあちょっと前乗りなんかな俺とか、自分が乗ってる位置がどの辺なのと、均等に減らへんなっていうのも推測できますよね。でこれめっちゃ面白いんで、自分のインソール、まあ道具全部見て点と点をつなげたら最後線になってるっていうのが分かったじゃないですか。うわってなってすごい面白いんで、ぜひね見てみてください。まあこれだけじゃなくて、ウェアの擦れてるところとか、まあこういうブーツソックスって言うんですけど、これのちょっと破れてるところとか、そういうの見ていくと自分がどういう滑りしてるのか、逆にどこにめっちゃ力入れてて、どこが力入れるの苦手なんかなとか、普段からあんまり意識して踏めてないかなとかっていうのが分かると思うんで、一回ねこれちょっと参考にしてみて、自分の道具もうせっかくね今コロナで暇やと思うんでチェックしてみてください。じゃあ今回あの道具からちょっと推測できる自分の滑り方っていうところにフォーカスして動画の方を作ってみました。またねこれ参考になったよって人はね、あのオフシーズンなんですけど、チャンネル登録の方もしてもらったらいいかなと思います。次回はねメンテナンス編かな考えてるんで、動画の方よろしくお願いします。